はあ、それ以上聞かないでくれ。こっちは予選の段階でもう落ちてるんだ。お前は？私だってティミー君っていう子に負けてしまった。普段はハトに餌やりばかりしてるみたいだけど、カードゲームがあそこまで強いとは。そろそろ大会が始まるんじゃないか。見に行ってみようぜ。誰が優勝賞金を手にするのか気になるし。今の聞いたか？賞金だって。それにカードゲームとか大会ってきっと七星召喚のことだよな。うん、リオナに聞いてみようぜ。ちゃん、尻尾が2つ生えてない？ええ、見間違いではありません。2つ生えていますよ。触ってみますか？うわー、じゃあ分かれ目のところって痛む？どっちが先に生えてきたの？寝てる時意志に反して暴れ出したらどうするの？それはあれ、答えにくいことだった。私、尻尾が2つ生えてる人って見たことないにゃ。リオナ、誰と話してるんだろう。あの子の服装からすると稲妻から来てるっぽいけどそう慌てないでください。あなたもすぐ尻尾が2つ生えてくると思いますよ。あ、私も尻尾が2つ生えてくるの？はい、あなたも妖怪でしょ。もう人間の姿に化けられるなんてきっと妖力が強いのでしょうね。私も木登りをしている時にいつの間にか尻尾がもう一本生えていました。私みたいなのを人々は猫股と呼ぶとか。妖怪？猫股？あ、違う違う、勘違いにゃ。この耳と尻尾は私たちカッツェレイン一族の血統を象徴したものなの。モンドの妖怪じゃなかったのですか？モンドにはそんなのいないよ。お姉ちゃん、初めてこっちに来たの？はい、会社の業務拡大のおかげでこうして違う都市に行けるようになったのです。おしゃべりに夢中になっていて次の配達時間に遅れてしまいそうです。カッツェレイン一族のディオナさん、お荷物は確かに受け取りました。コマニアをご利用いただき誠にありがとうございます。うん、時間があったら遊びに来てね、お姉ちゃん。稲妻では妖怪しか尻尾が生えてないのかにゃ。あれ、旅人にパイモン、あなたたちもモンドに来てたの？おいらたちしばらくキャッツテールに来てなかっただろ。あ、そうだ、さっきのやつは？ああ、彼女は稲妻の国際的な物流会社コマニアの配達員だよ。お、キャッツテールって外国の事業と提携でも始めたのか？うん、あるお客さんが荷物をここに預けて配達会社にお店まで集荷するよう頼んだだけ。これくらい別に構わないにゃ。あなたたちも稲妻に行ったことあるんだよね。稲妻には本当にお姉ちゃんみたいな妖怪がたくさんいるの？うん、でも尻尾が2つ生えてるのってオイラも旅人も初めて見たよな。機会があったら見に行ってみたいにゃ。そういえばここには何か用事があってきたの？そうそう、忘れるとこだった。りおなは最近開催してる七星召喚の大会を知ってるか？賞金があるやつなんだけど。大会？ああ、冒険者協会が最近開催してるあれのこと？確かに規模は大きいね。ポスターも稲妻から輸送されてきたものらしいし。でも私はお店があるから申し込んでないの。だから詳細はわからないにゃ。マーガレットさんに聞いてみて。そっか、わかった。もし賞金を手に入れたらディオナに美味しいもんをおごってやるからな。ふん、当然でしょ。あの時カードゲームを教えてあげたのはこの私なんだから。ふん、見送りはしないからね。この時間帯ならマーガレットさんは合成台近くの噴水を散歩してるはずだよ。よし、早速行ってみようぜ。なあ、聞いたことあるかい？放浪竜に変わったやつがいるって。マーガレット、やっぱりここにいた。あら、旅人にパイモン、久しぶりね。モンドに戻ったのはカードゲームをするためかしら？別に毎回カードゲームをするためにモンドに戻ってるわけじゃ。あれ、違うの？てっきりあの召喚王グランプリに参加するのかと思ったわ。召喚王グランプリ？リオナから冒険者協会が主催してる大会があるって聞いたけど、それのことか？そうよ、ここ最近七星召喚をやる人も増えてきてね。冒険者協会は年ごとに会場を設けて召喚王グランプリを開催してるの。賞品もとても豪華なのよ。モンドエリアはもう決勝戦まで進んでる頃かしら。大会の賞品だけど君たちとはおそらく無縁かもね。え、そんな。ディオナにごちそうするって言っちゃったのに。まあまあ、今回逃してもまた次があるわ。カードゲームがこんなにも人気になるなんて最初は誰だって思わなかったでしょ。七星召喚を考案した人は今頃きっとお喜びしてると思うわ。なんせ自分が作ったゲームがこんなにも人気になってるんだもの。おう、ゲームってのは遊ぶ人が多ければ多いほど楽しくなるもんな。正式な大会には参加できないけど、プレイヤーたちが自主的に開催してる民間の大会には興味あるかしら？民間の大会？ええ、正式な大会がワクワクするものなのは確かね。でもプレイヤー魂に一度火がついたらもう止まらないわ。だからみんなより多くの人向けに民間の大会を開催してるの。いつでも申し込みできるし、何度だって挑戦できる。デッキも最初から組んであるわ。それに賞品もなかなかいいらしいわよ。おお、じゃあ後で見に行ってみようぜ。教えてくれてありがとな、マーガレット。どういたしまして。会場には屋台や他のレクリエーションも並んでるから、ぜひ行ってみてちょうだい。昔の友達にも会えるかもしれないわよ。それじゃあ私はこのまま散歩に戻るから、失礼させてもらうわ。お前の実力ならチャンピオンなんて楽勝だと思ってたのに。いいよ騎士、破竹の勢いで召喚王グランプリのチャンピオンに悪くないだろう。私の聞き間違いじゃないよね。お二人は何かとんでもない特ダネを画策してるのかな。うわ、お前誰だ？何盗み聞きなんかしてるんだよ。ああ、ごめんごめん、職業病でね。つい聞き耳を立てちゃってた。自己紹介させてもらうね。私はフォンテーヌから来たスチームバード新聞社の記者シャルロット。今回召喚王グランプリに関する記事を書くためにここに派遣されたの。スチームバード新聞社？スチームバード新聞社はフォンテーヌに本社を置くさまざまな地域でかなり高い影響力を持つ新聞社よ。モンドにも専属ライターがいるの。へえ、そうなのか。オイラはパイモン、こいつは旅人だ。さっきはとんでもない徳だねって言ってたよな。何かあったのか？ほう、お二人はどうやら興味があるみたいだね。何を隠そう、今回の召喚王グランプリにはすごいスクープが潜んでると記者としての勘が教えてくれてるの。スクープ？その勘って信じられるのか？もちろん。なぜならさっき会場にカード怪盗が出没したのを目撃したんだから。カード怪盗？そう、彼はプレイヤーの目を盗んで相手のカードを吸ったの。ただ私が追おうとした時には怪盗はもう姿を消してたけど。でもなんでカードなんか狙うんだ？ふっ我々新聞記者がその不可解な部分をどんどん掘り下げていって自分だけの独占記事にするのよ。どうかしら。この私と一緒に大会の裏に隠された真実を暴いてみる気はない？気にはなるけど、でもどうして他のやつじゃなくてオイラたちに？そんなの言うまでもないでしょ。君たちはモンドを救った栄誉騎士リーウェの仙人と肩を並べて戦った大英雄、稲妻の鎖国令を解除した功労者スメール教練員を救った。わかったわかった。いつの間にかオイラたちの肩書きってこんなに長くなってたんだな。恐ろしいぜ。これがプロの新聞記者の腕なのか。安心してちょうだい。私と協力するメリットだってもちろんあるんだから。独占記事のライター名のところに君たちの名前を入れてあげるわ。それに私の新聞社での人脈を利用すれば君たちのフォンテーヌでの旅もより便利になるわ。新聞に広告を載せることだって簡単にできちゃうんだから。悪くなさそうだけど、お前はどう思う？それじゃあ決まりね。百聞は一見にしかずってこのことよね。噂の旅人ってやっぱり優しいわ。ただ怪盗のことを調べる前にちょっとした用事を済ませないといけないの。スチームバード新聞社に寄稿してるモンドのライターさんがいるってさっき言ったでしょ。その人って結構読者に人気でね、新聞社がボーナスを出すことになったから私はついでにそれを届けることになってるの。じゃあこれからそのライターのところに行くのか？うん、先生の住所は分かってるから安心して。ちょっと歩いてボーナスを届けるだけで終わりよ。でも君たちなら私の言ってる人が誰だか分かると思ったけど、その先生は君たちの知り合いのはずだから。知り合い？モンドには知り合いがたくさんいるからな。まあいいや、とりあえず案内してくれ。うん、一体誰のことだろう。モンド城にマイホームを持ってるから相当裕福なお友達でしょうね。金持ちの友達って結構いるし、誰のことかいまいちピンとこないな。ほうほう、それも大英雄の人脈ってところかしら。おこよ。先生にボーナスを届けてくるからちょっと待っててね。あれ、ここってどちら様ですか？何のご用でしょう？あれ、旅人にパイモン、どうしたんですか？それにこちらは。あなたがアストロギスト・モナメギストス先生ですね。お噂はかねがね伺っております。私はスチームバード新聞社の記者シャルロット。今回お伺いしたのは、紀行コラムが長きにわたり好評なため、先生にボーナスを届けるようにと新聞社に言われたんです。モナの名前を一発で正しく言えるなんて。シャルロットさんですね。歓迎します。それとモナで大丈夫ですよ。フォンテーヌから遠路はるばるお疲れ様です。とんでもありません。ついでにお伺いしただけですから。へえ、モナが書いてるコラムって外国でそんなに人気なんだな。あれ、言っていませんでしたか？ずっとスチームバード新聞社の星座占い相談コラムに寄稿しているんです。ボーナスのことは編集長の手紙で伺っています。いつ届くのかと思っていたところです。シャルロットさんのおかげで助かりました。あれ、その言い方ですとモナ先生はもしかしてお金に困っていらっしゃるのですか？そんなことはありません。ただボーナスがあると知って生活費を高い機材セットに当ててしまっただけです。ひひ、モナらしいな。ふむふむ。有名な先生術師が食うに食えず、果たして先生術で将来は見えるのだろうか。この見出し悪くないわ。モナって実は金持ちなんだよ。でも普段は占星術の研究で出費がかさんでるから。すごくお金を持っているというわけじゃありませんけど、それより旅人とパイモンがモンドに戻ってきたのは何か用事があったからですか？最初は昔の友達を見に来ただけだったんだけど、途中でいろいろあって今はシャルロットと。そういえばモナ先生はあの召喚王グランプリに出なかったんですか？結構賞品が豪華らしいですよ。最近は研究ばかりしていますから大会に参加する暇がないんです。それに参加したからって必ず優勝できるとは限らないでしょ。そうですか？占星術で相手のカードを占えば必ず勝てると思ってましたけど。偉大なる占星術をそんなことには使いません。それにそんなことをしたら他の選手にとっても不公平でしょう。モナ先生って学術的なレベルが高いだけじゃなく生き方もまっすぐでモラルのある方なんですね。当たり前じゃないですか。それよりあなたたちまた変な事件に巻き込まれたんじゃないですよね。そのカード回答っていうのを私が占ってあげましょうか。いいえ、お気持ちは嬉しいですけど大丈夫です。モナ先生の占星術で謎を解いてしまったらこのシャルロットの独占記事とは言えなくなってしまいますからね。ご安心ください。記者には記者なりの解決方法があるんです。そうですか、わかりました。では調査がうまくいくよう祈っています。ボーナスを届けてくれてありがとうございました、シャルロットさん。編集長にもよろしくお伝えください。ええ、約束ですよ。それじゃあそろそろ会場へ行ってみましょうか。モンドエリアの決勝戦がもうすぐ始まるだろうからね。うん、決勝戦に参加するのってどんな2人なんだろうな。おお、ここが召喚王グランプリの会場か。すっごく賑やかだな。ん？旅人にパイモンじゃないか。久しぶりだな。俺とティミーの決勝戦をわざわざ見に来てくれたのか？おお、ガイアが決勝まで残ったんだな。騎士団の仕事は大丈夫なのかよ。なんだかいつもサボってるような。おっと、何を言うかと思えば、俺はちゃんと仕事を済ませてから大会に参加してるぞ。酒を飲んでカードゲームをやる。これこそ仕事外の時間を楽しむ際の最高の過ごし方じゃないか。おっと、今のはディオナに内緒にしといてくれよ。カードゲームといえば、ガイアは試合中に誰か怪しいやつを見なかったか？例えば、他の人のカードを盗むやつとか。他人のカードを盗む？いや、見てないな。少なくとも俺が試合していた時にはいなかった。どうしたんだ急に。それがな、さっきフォンテーヌから来た記者に会ったんだけど、あれ、シャルロットはいつの間にいなくなったんだ。くい、あいつ一人で美味しいもんを食べに行ったんだな。フォンテーヌから来た記者か。はあ、スチームバード新聞社のあの人のことか。騎士団の来訪者リストで見た記憶がある。そうそう、そいつだ。会場に出没したカード怪盗を見たって言うから、オイラたちそいつと一緒に調査してるんだ。カード怪盗、ほう、面白そうだな。だがパイモン、その怪盗のターゲットはカードで間違いないのか？え、どういう意味だ？皆さん、決勝戦が間もなく始まります。選手のお二方は準備をお願いいたします。あいにくこの話はお預けのようだな。ああ、安心してくれ。頑張れよガイア、また後でな。この決勝戦、どっちが勝つと思う？ああ、ガイアって悪知恵が働くから何か策を用意してるだろうし、今回の大会の優勝者って多分新聞に載るよな。あ、新聞といえば、大会の報道ってシャルロットの仕事だぞ。あいつまさかモンドの屋台に気を取られてるんじゃないよな。探してみようぜ。シャルロット、ここで何してるんだよ。何も言わずに消えるなんて。だってお二人は知り合いに会ってたんでしょ。積もる話もあるだろうし、邪魔をしたら悪いかなって。ガイアは今回の決勝戦に出る選手の一人なんだぞ。てっきりあいつを取材するもんかと思ったけど、お前大会を報道する記者なんじゃなかったのか？まあまあ、大会の記事なんて目をつむってても書けちゃうから。それよりあそこの二人を見て。さっきから気になってたんだけど、あの二人の行動ってすごく不自然なの。ずっと人の視線を避けてるし、何か知られちゃいけないことをしようとしてるみたい。え、まさか本当にカード怪盗がいるのか？静かに、悟られちゃダメよ。決定的な証拠を出したら私の写真機で。ってちょっと、なんで一人しかいないの？もう行っちゃったぞ。追いかけましょう。シャルロットってなんか手慣れてるよな。こういうこと今までもたくさんしてきたんだろ。褒めすぎよ。フォンテーヌの有名人はみんな姿を隠すのが上手だから、これぐらい大したことないわ。いやいや、別に褒めてないぞ。あの人はモンド城の側門へ向かったわ。気づかれないようにこっそりついていきましょう。城門から外に出たぞ。どこまでついていけばいいんだ。このままじゃガイアとティミーの試合に間に合わないぞ。止まったみたい。ここで様子を見ましょう。なんでこんな遠くまで来たんだろう。まさか何かを隠そうとしてるとか。あいつうずくまって頭を抱え始めた。って違う、砲塔弾だ。あいつ砲塔弾に狙われてるぞ。早く助けてやろう。助けてくれ。モンド城のこんな近いところになんで砲塔団がいるんだ。助かった。もうおしまいかと思ったよ。さっきの砲塔団の人とは知り合いだったの？なんだか君を狙ってた気がしたけど。知り合いなわけないだろう。私はただ散歩を、ここを散歩してたらなぜかあいつらに囲まれたんだ。へえ、つまりあの人たちが君を狙ったのも君が会場で怪しい取引をしたからじゃないってことね。取引？何のことかよくわからないんだが。あら、困ったわね。私って新聞記者なの。さっき会場で取材してた時、君がこっそり誰かと取引してたところをちょうど写真機に収めてね。取材しようと思ったけど、君がトラブルに巻き込まれた上にさっきの取引まで否定したとなると、この証拠は騎士団に渡した方がいいかしら。やめてくれ。言うから、認めるから。別に知られちゃまずい取引なんかじゃない。シャルロットのやつ、ハったりがうまいな。さっきは何も取れなかったのに。会場にいたら私が使ってるカードの裏面を高値で買い取ると急に声をかけられたんだ。値段を聞いたらびっくりするような額でね。ほう、どんな裏面なの？雑貨店で適当に見つけた裏面のセットだ。宝箱の絵が描いてあってすごく安いやつなんだけど、あの人はなんと3倍の額を出して買ってくれた。それも現金で。あまりに信じられないことが起きたから、人が少ない場所で受け取った金を確かめようとして、そしたら砲塔団に。その裏面のセットをどうして欲しがってたのか、相手には聞かなかったの？それは聞かなかったな。最近七星召喚が流行ってるだろ。みんな工夫して自分のカードをかっこよく見せようとしてるから、別におかしいとは思わなかったのさ。でもそれを渡したら彼はほっとしたようだった。モンドノはこれで全部集まったとか、次はリーユエに行くとか言ってたな。本当に出任せじゃなくて？ああ、本当だ。確かにこの耳で聞いた。私がその裏面を渡すと、彼は肩の荷が下りたかのような感じだった。とても真摯な感情が伝わってきたよ。あの裏面ってそこまで金になるのか？お金になるかどうかはわからないけど、ご自身の安全のためにも騎士団には報告した方がいいと思うわ。だって知られちゃまずい取引じゃないでしょ。そうだな、その通りだ。早速騎士団に報告しに行くよ。あいつの話だと相手はただレアなカードの裏面を集めてるやつみたいだけど、本当にシャルロットが探してる人なのかな？やっぱりちょっと引っかかるわ。様々な国を行き来して雑貨店で売ってるような裏面のセットを高値で買うなんて、そんな人本当にいるのかしら。そのセットの背後にはきっと知られざる秘密が隠されてるに違いない。そう私の勘がささやいてるわ。これぞスクープの匂い。お宝！宝の地図みたいな感じか。すべての裏面をつなげたら秘密の通路が現れるとか。とにかくこの手がかりを追い続ければ間違いないはずよ。相手の顔はよく見えなかったけど、体型や身のこなしが前に見たカード怪盗とそっくりだったの。多分同じ人物だと思うわ。今回直接手を出さなかったのは、おそらく会場で人目が多かったからね。だから比較的穏便な方法を選んだんでしょう。となると次はリーユエに行くんだよな。やったな、また友達にたくさん会えるぞ。でもその前にまずはガイアに挨拶しとこうぜ。決勝戦の結果が気になるしな。うん、私も一緒に行くわ。それでは結果を発表します。今回の召喚王グランプリモンドエリアのチャンピオンはティミーくんです。おわ、すごいぞ、ティミーが勝ったって。やれやれ、負けちまったな。相手が強すぎた。一時も気を抜けなかったぜ。慰めはいいさ。それよりこちらがお前たちの言ってたフォンテーヌの記者シャルロットさんだろ。ようこそ歓迎するぜ。俺はセピロス騎士団騎兵隊長のガイアだ。モンドを楽しんでるか？ええ、お気遣いありがとう。モンドは自由と鹿の都だって昔から聞いてるし、ここの雰囲気も噂通り穏やかな香りが漂ってるわ。気に入ってくれてよかった。そうだ、さっき急いで側門へ向かうのを見たんだが、何かあったのか？試合中ずっとそのことが気になっててな。なるほど。ガイアが言ってたカード怪盗の本当のターゲットだけど、その答えってカードの裏面なんだよな。どうしてそこまで裏面にこだわってるかはまだわかんないけど。ああ、お前たちと一緒にリーユエに行ってやりたいところだが、俺にはまだ騎士団の仕事が残っていてな。それに当面の急務はモンド周辺の警戒を強めることだ。最近砲塔団がますます活発になってきているからな。安心しろ。何か情報があったらお前にも教えてやる。シャルロットの勘が正しければスチームバード新聞でその独占記事を読めると思うぞ。ああ、それじゃ楽しみにしてるぜ。ありがとう。それじゃあ今晩は一休みして、明日リーユエへ出発しましょう。今日起こったことを整理して記録する時間もちょうど必要だからね。あ、そういえばはずっと聞きたかったんだけど、このポスターに書いてあるのって七星召喚の考案者の2人だよな。かなり若そうだけど。彼らに関する噂は少ないのよね。名誉を気にしないからか、あんまり外出しないからか、この人たちに会ったことある人ってほとんどいないの。ポスターはイメージで描いたものだろう。重要なのは大まかな特徴で細部じゃない。2人は控えめな学者ってことか。オイラだったら会場でサインしたりカードを売ったり、おまけにタダで飲み食いしたりしてるだろうけど。そいつは俺も同感だ。みんなで七星召喚でもやったらもっと楽しいだろうな。実はこっちに来る前に資料をたくさん読んだの。その2人を取材しようと思ってね。でもどの資料にも2人の住所は書いてなかった。七星召喚のイベントに出たっていう記載もなかったわ。まるでこのゲームを作った後一度も遊んだことがないってそう言ってるみたい。遊びたくない、あるいは遊べない理由でもあるんだろうな。今回の召喚王グランプリには参加してくれるかしら。それはお前らの運次第だろうな。ただ俺の経験から言わせると、旅人の運はそう悪くないはずだぜ。そうなの？なら安心したわ。とにかく今はあの怪盗を捕らえる方が重要よ。スネージナヤにはこういうことわざがあるらしいわ。2頭を追う者は1頭も得ずってね。でもオイラと旅人なら手分けして探せるけどな。いっぱい話したらお腹が減ってきたぞ。これからのことはまた後で考えよう。まずは食べ物を探しに行こうぜ。なかなかいい生き方だな。もしよかったら近くの屋台を見て回るといいだろう。最近は大会に引き寄せられて人が集まってるから、会場には楽しいもんがいっぱいあるぞ。お、いいな。ありがとなガイア。リーユエコーって相変わらず賑やかだな。万の商人が訪れ千の船が往来するっていうのはこの情景のことかな。やっぱり百聞は一見にしかずね。皆さん長旅お疲れ様です。リーユエコーへようこそ。ここで待つよう行幸様から申し付けられておりました。お前は行幸の秘書の百。私は百分。行幸様のために情報の収集や整理を担当しております。そうそう百分。残りの2人は百式と百行だよな。おいらの記憶に間違いはなかったぜ。行幸？あのリーユエ七星の天中園行幸さんのこと？そうだぞ。でも行幸がオイラたちに何の用なんだ？あ、いや、オイラたちが今日リーユエコーに来るってなんで知ってるんだ？行幸様は何でも存じています。何事もその情報網から逃れることはできません。今回はフォンテーヌからいらした記者のシャルロットさんに玉境内までお越しいただき、協力のことについてお話ししたいとのことです。あれ、私に？リーユエコーに来たのは初めてだけど。スチームバード新聞にはやり手の敏腕記者がいると行幸様は以前から耳にしていました。一見目を引くような報道ですが、事実を第一にしていることがうかがえる記事。行幸様は彼女を高く評価していらっしゃるんです。そしてあなたの独占記事により暴かれた真実が一部の利権集団と関わっていたこと、それにより遠い国に派遣されて七星召喚の大会報道を担当することになったのも教皇様は把握しています。なんだって、シャルロットってそんなひどい目に遭ってたのか。大丈夫よ、いつものことだから。もう慣れてるの。教皇さんがそこまでしてるなんて思わなかったわ。まさかうちの社長と知り合いなの？ひひ、教皇は何を知っててもおかしくないからな。お二人も興味がありましたらご同行いただいて構わないと教皇様はおっしゃっていました。あれ、君たち教皇さんとも親しくしてるの？まあちょっとだけな。いつも軍玉閣を出入りしてて貴賓って呼ばれるくらいだけど、でも仕事のことみたいだしオイラたちは遠慮しとこうか。それよりも城内でカード怪盗のことを聞き回ってシャルロットを待ってた方がいい気がするし。本当に任せていいの？それじゃあお願いするね。後でまた情報交換しましょう。実を言うと私も教皇さんにとても興味があるの。今すぐ会いたいくらい。それではシャルロットさん、こちらへ。じゃあまた後でね。シャルロットってなかなかやるんだな。その独占記事っていうのがどんなもんかは知らないけど、今回の事件が報道されたらオイラたちも独占記事に出るってことだよな。イヒヒ、一躍有名になりそうな気がするぜ。お前の言う通りだな。じゃあまずは埠頭から調べ始めようぜ。あそこは人の往来が多いからカードの取引を見た人がいるかもしれないぞ。こんにちは。ちょっと聞きたいんだけど。いらっしゃいませ。何でも聞いてください。ここにはどんな魚でもありやすぜ。いやいや、聞きたいのは魚のことじゃなくて。お前ってずっとここで商売してるだろ。この近くで七星召喚のカードの裏面を集めてる人を見たことないか？七星召喚？そりゃ知りやせんな。ここに来るお客さんはみんな魚を買いに来やすが、カードの裏面なんて聞かれたこともありやせん。そっか、邪魔して悪かったな。他を当たってみるぜ。お客さん、魚を買っていきやせんか？うちの魚は超新鮮ですぜ。えっ、はっ、こんにちは。ちょっと聞いていいか？どうぞ。俺が知ってることなら。この近くで七星召喚のカードの裏面を集めてる人を見たことないか？カードの裏面、見たことないな。それより稲妻の格好をした娘が俺の前を通ってから、ずっとくしゃみが止まらないんだ。お大事にな。オイラたちは他のとこで聞いてみるから。俺は大丈夫、大丈夫だ。洗顔老後揺るぎない。ああ、いいよ。どうせ船も出ちゃったし時間はたっぷりあるからね。最近この辺でカードの裏面を集めてる人を見たことないか？流行ってるあの七星召喚のカードの裏面なんだけど。カードの裏面を集める？この辺りでカードゲームをしてる人はたまに見かけるけど、ただ私は大体海のことしか考えてないから気に留めたことはあんまりないな。そっか。じゃあ他の人に聞いてみるぜ。はあ、次は寝坊しないようにしないと。話を聞いてはみたけど収穫はなかったな。場所を変えようぜ。二人とも人を探しているのでござるか？あれ、この声はカズハ。久方ぶりでござる、旅人パイモン。おかげさまで悪くないでござるよ。最近姉君は用事があってリーウェイに戻ってきたのでござる。そこで拙者もこの辺りを散策していたのでござるが、まさかお主らに会えるとは。何やら聞き込みをしているようでござるな。拙者に手伝えることはないだろうか？実は。なるほど。港の風は相変わらず穏やかでござる。お主らが探しているカード怪盗はここを通っていないであろう。そっか。役に立つ情報かは分からぬが、最近この近くで大会が開催されているようで、拙者も少し目にしたでござる。その七星召喚は近頃大層流行っているようでござるな。あれ、カズハはまだ七星召喚をやったことないのか？拙者はいつも対局に口を出さない傍観者でござる。先日姉君は絵柄の美麗な札がたくさん入った小さな箱を船に持ち込み、船員たちと何度か対局していた。盛り上がっていて酒も大層飲んでいたでござる。それは秘伝の箱だな。カードを入れたり近くのプレイヤーを探したりするための小道具なんだ。カズハも七星召喚を遊んでみないか？ルールは簡単だし普段友達とも一緒に遊べるぞ。ふむ。札を持って友を得す、実に雅なことでござる。それでは指導を頼むでござるよ。オイラに任せとけ。いつもこいつがやってるとこを見てるから、オイラもマスタープレイヤーって言えるはずだぜ。ルールを教える以外にも秘伝の箱を手配してやらないとな。だが目下最も急を要すのはカード回答の問題でござろう。そうだったな。昔の友達のことに気を取られて新しくできた友達のことを忘れるとこだった。シャルロットと約束したもんな。次はどこへ行けば。あれ、あっちを見てみろ。あれってモンドでディオナと話してた稲妻の配達員じゃないか？ここでも会うなんて。彼女の腰にあるあの印、もしやコマニアでござるか？え、カズハはあの会社のことを知ってるのか？以前耳にしたことがある。あそこは稲妻で主に配達の業務を行っているところでござるよ。あいつ何か困ったことでもあったのかな。挨拶しに行こうぜ。どっちに行ったら。よっ、何か手伝えることないか？ってあれ、君たちこの前モンドのキャッツテールで会った人たちだよね。おう、オイラはパイモン、こっちは旅人と楓原和葉だ。また会うなんて奇遇だな。こんにちは、私はキララ。稲妻の配達会社コマニアの配達員なんだ。コマニアはかねてより時間通りと安全性で広く評価されているところ。まさか国をまたいで商売をしているとは思わなかったでござる。わあ、外国で地元の人に会えるなんてめったにないことだよ。うちの国際業務は最近になって盛んになったばかりなの。国際配達ってまるで経費で旅行してるみたいだよね。でも他の都市には詳しくないからいつも迷子になっちゃってて、急いでる時はたまにやむを得ず元の姿になることもあるんだ。壁を登りやすいようにね。リーユへの往生堂はどう行けばいいか知ってるかな？もう半日くらい歩き回ってるんだけど。それなら知ってるぜ。今から案内してやってもいいぞ。本当に？ありがとう、助かるよ。高く登ったお天道様、手にあるサイコロじゃらじゃら。語尾がいまいち合わないな。ほら、ここだ。あれあれ、旅人にパイモン、どうしてここに？しかもこんなに大勢の友達を連れちゃって。お客さん？商売相手？それとも新しい協力者かな？オイラが紹介するぜ。こっちは楓原和葉、こっちはキララだ。お初にお目にかかる。お噂は金がね。うん、みんなこんにちは。本日往生堂にお越しいただいたのはどういったご用件で？あっ、まさか我々が最近開催してるキャンペーンを耳にしてはるばる海を越えたとか？いやいや、オイラたちはただキララをここに案内しただけなんだ。あなたが往生堂同主のプータオさんでしょうか？私は稲妻のコマニア配達員、こちらはあなたへの郵便物です。お受け取りをお願いいたします。どれどれ？うん、間違いない。私の欲しかったものだね。今時の配達ってすごいね。使い走りの仕事も活気に頼まなくて済むんだから。キララちゃんは何でも配達してくれるの？生きた人間も？生と死の境をさまようやつは？それは驚いて尻尾が立っているぞ。まあいっか。業務開拓の件はまた今度で。あの5つ星評価をしていただけますでしょうか？5つ星 ?5 つじゃ足りないでしょう。これは少なくとも7つで、いや9つで、5つで大丈夫です。お気持ちだけありがたくいただきます。それではお先に。2人とも案内してくれてありがとう。そうでもないかな。最近は業務が一気に増えたから会社が新人を多く採用したの。でも国際配達はほぼ私がやってるけどね。私って妖怪だし足も一般人より速くて丈夫だから。ってことはまたどっかで会えるんだな。うん、みんなとまた会えるのを楽しみにしてるよ。迷子の時じゃなきゃいいけど。先ほど風道氏は詩を読んでいたでござるが、なぜあのような詩を？おや、お兄さんも詩に興味があるの？時折たしなむ程度でござる。もうそう謙遜することないって。同種である私は場数を踏んできて見識が広いんだよ。だからその袖が風になびく角度でお兄さんが雅な人だって分かってるから。私はね、間もなく開催される決勝戦のために準備してるの。そうだ、みんなも手伝ってくれない？決勝戦？七星召喚の決勝戦のことか？そうそう、それだよ。今回の相手はそんじょそこらにいるようなやつじゃあない。普段は人混みに姿を隠してるけど、大会になるとトリックフラワーみたいに地面の中から一気に飛び出してくるの。私の予感がこう言ってるんだ。これは珍しく苦戦を強いられるって。だったら一緒に戦略を考えるべきだろ。死とどういう関係が？技があるだけじゃ足りない。型も添えないと。ん？パイモンにもわかるもので例えるなら、料理は美味しいだけじゃ足りない。盛り付けも美しくないと。これを花二つっていうの。勢いで負けちゃダメだよ。またそんな筋が通ってるようで中身のないことを。生死に関わる対決では、試合前に互いに敬意を表す武士もいる。両者には共通している部分があるやもしれぬ。こっちの友達の理解力は大したものだね。過分なお言葉でござる。拙者の意見を申すのなら、大会に対する期待を込めるか、または相手を威圧するような文言を入れてみてはどうでござろうか。ほう、これはなかなかのプロだね。早速対戦してみない？アイデア探しついでに肩慣らしも兼ねてさ。ふむ。拙者もぜひ手合わせを願いたいところではあるが、実践をしたこともなければ自分のデッキを持ち合わせてもおらぬのだ。ちょうどいい機会だな。オイラもお前たちの対戦が見てみたいし、オイラがカズハにイロハを教えてやってもいいぞ。皆がそこまで申すのなら、拙者もお言葉に甘えるとしよう。これで全部だ。オイラが旅人から学んだコツも全て教えてやったぞ。ついてこれたか？問題ないでござる。感謝する、パイモン先生。先生そこまですごいわけでも。どう？カズハお兄さん、この路地裏に潜む詩人と対戦する自信はある？風同士、どうかご教示を。じゃ、対戦の向上は？向上か。できた。できるのかよ。よーし、挑戦者よ、名乗るがよい。おお、一気にそれっぽくなってきたな。神札を友と出会いて打ち合えば、宝寸の間に燃ゆる赤き葉。楓原和葉、ご教授願うでござる。皇天に小鳥がさえずり、炎のサイコロ6個あり。王城堂同士、フータを受けて立つ。私のターン。キー。やはり負けたでござるか。風同士、さすがは決勝戦に出る御仁でござるな。カズハお兄さんの召喚物を私がメイドに送ってあげられたから、なんとかなったよ。その腕を見るからに、初めてこのゲームに触れるものとは思えなかったね。パイモン先生が教え上手だったからでござる。え？そうか？なんでお前まで照れちゃうぞ。カズハはどうだった？七星召喚を好きになったか？札の技も多く、戦局も瞬く間に変化する。なぜテイワットを風靡しているか自ら体験してみて分かったでござるよ。どうやらこの世にまたプレイヤーが一人増えたみたいね。国生いつからいたんだ？お二人が対戦を始めてすぐよ。みんなが夢中になってたから邪魔しないようにしてたの。こちらが楓原和葉さんね。あなたの活躍は前々から聞いているわ。お会いできて光栄よ。とんでもない。拙者も姉君から幽変の国生殿のことは伺っているでござる。こちらこそ光栄でござるよ。国生でいいわ。それにしても和葉さんの腕はなかなかなものね。初めてでここまでできるなんて本当にすごいわ。今後機会があれば私とも手合わせをお願いできるかしら。おお、もう次の対戦相手が決まるなんて驚いた。今玉境内にいる人はだいたい七星召喚ができるわよ。仕事の合間にたまに対戦しているの。喜んでお受けしよう。だがずっと旅人のデッキを使うわけにはいかぬゆえ、対局は飛天の箱を手に入れてからになるやもしれぬが。ええ、構わないわ。後ほど会場でプレイヤー協会の人に手配してもらいましょう。大したことじゃないから遠慮なんてしないでね。君は旅人の友人、つまりみんなの友人でもあるんだから。それでは頼んだでござる国生殿。それと風太を、決勝戦がもうすぐ始まるわよ。私はそれを知らせに来たの。安心して。私は一見レンガを数えてるように見えるけどずっと聞いてたから。準備万端、必ず勝利するってここに宣言しよう。みんな一緒に会場へ行かない？あ、そうだった、大事なことが。オイラたち今カード怪盗に関する事件を調査してるんだ。最近七星召喚のカードの裏面を集めてる人を見なかったか？カードの裏面？もしかして宝箱の柄が書いてあるやつ？そう、それだ。その人顔に怪盗って文字こそ書いてなかったけど雰囲気は確かにうちのお世話になりそうなお客さんだったね。今朝彼が趙雲と札遊びをしてるのを見たの。負けた人がカードの裏面を渡すって言ってたよ。最後はその人が心証して額の汗を拭いながら裏面を持って行ってた。どうやら趙雲に話を聞いてみる必要があるみたいだな。なら無謀の丘に行ってみるといいよ。そこにいるはずだから。ちょっと聞きたいんだけど、そのカード怪盗っていうのに何か怪しい動きでもあるの？カードの裏面にものすごく執着してること以外あんまりよくわからなくって。でもそいつは他の人のカードを盗んだらしいんだ。そう、分かったわ。洗顔軍に注意するよう言っておく。君たちもくれぐれも気をつけて。拙者も旅人と同行しよう。ええ、また後で。親友であるあなたの応援があればシュパパって片付けられるよ。それじゃあオイラたちはチョーンを探しに行こう。そう慌てるな、きっと見つかる。チョーン、ここにいたんだな。パイモン、旅人。それにこちらは。お初にお目にかかる。拙者は楓原和葉と申す。はじめまして、僕はチョーン、リーウェイの奉仕だ。今の状況を手短に話させてもらうが、この子の友達がかくれんぼをしていたら迷子になってしまったそうなんだ。へえ、僕ひくちゃんにあまり遠くに隠れないよう注意したのに、この辺りを探してもいくちゃんが見つからなくて。こんな人里から離れた場所で迷子になったら大変なことになるぞ。オイラたちも手伝おう。その子がどっちに行ったか見なかったか？うん、数えてた時にこっそり覗いたんだけど、いくちゃんはあっちの方に行ってた。よし、じゃあ道に沿って探していこうぜ。折れた枝、重みで潰れた草。ふむ、確かに子供がここに隠れていたようでござるな。もっと奥まで行ってみよう。えっ、また砲塔弾だ。ミク、危険な目にあったりしてないよな。ご安心を。頑張るよ。にもったく、なんで最近よくあいつらに遭遇するんだ。みんなこれを見てくれ。これは七星召喚のカード？あ、これいくちゃんのカードだよ。いくちゃん、このカードをお父さんからもらったんだ。すごく大切にしてて、どこに行ってもカードを持ち歩いてるんだ。それってつまり、いくはここを通ったってことだよな。でもこの先は分かれ道だし、一体どっちを探せばいいんだ？ふむ、待たれよ。ホウ殿、幾殿の父親はカードの他にもある小箱を渡してなかったであろうか。うん、起点の箱だよね。僕も持ってるよ。あ、そうか。なんで思いつかなかったんだ。さよう、幾殿が箱を持ち歩いている限り、拙者たちはその箱で彼女の居場所を正確に把握することができるのでござる。よし、早くオイラたちの飛天の箱を見てみよう。お、周りにいるのは趙雲とホウだよな。あった、あっちにもう一人プレイヤーがいるぞ。これがイクのはずだ。よっと。いくちゃん、ホウ君、こんな遠いところまで来ちゃってごめん。隠れようとしたら怖そうな大人をたくさん見かけたの。私怖くなってここまで走ってきたんだ。安心してくれ。そのおっかない大人たちはもう追い払ったから。けど無謀の丘はとても不気味な場所だ。今後はここに遊びに来ない方がいい。うん、分かったよ。ありがとう、お兄さんとお姉さん。ありがとう。うん、勝手に走り回るなよ。後でうちまで送るから。何事もなくてよかったな。これも和葉さんのおかげだ。飛天の箱を使って人を探す方法を思いつくとは。これがいわゆる盲点ってやつだな。オイラたちずっとそれを使ってカードゲームをしてきたけど、こういった緊急時に人探しに使えるなんて気づかなかったぞ。考えてみれば、その機能を発明したスメールの学者ってすごいよな。あ、そうだ、趙雲、お前に聞きたいことがあるんだけど。道理で彼はあんなにもカードの裏面に執着していたわけだ。なんてこった。つまり僕は回答を逃してしまったのか。くっ、落ち着け、落ち着くんだ。人の上辺を知るのはたやすいが、その心までをも知るのは難儀なことでござる。何も趙雲殿のせいではない。拙者ももし相手に勝負を持ちかけられていたら、そこに問題があるかどうか気づけていたかはわからぬ。そうそう、相手はとてもずる賢いやつなんだ。隙を狙ってカードの裏面を盗んだり、盗めなかったら他の手を使ったりしてくるんだぞ。して、その人物はカードを手に入れた後、何か言っておったのか？彼は急いで物を片付けて港口の方に向かった。確か稲妻に行くのはとても遠いとか、長時間船に乗らなければならないとか、ぶつぶつ文句を言っていたな。そいつ本当に独り言が好きみたいだな。とりあえずはその手がかりを追うしかないみたいだ。でもその前にまずは会場に戻ろうぜ。それじゃあ僕は頬と育を家まで送るよ。まだ少し悔しくはあるけど。あ、頼んだ。ショーンがいなくなったら、ここが急に不気味になってきたぞ。オイラたちも早く戻ろう。素晴らしい対戦だったわね。ずっと目が離せなかったわ。君たち戻ってきたのね。趙雲の方はどうだった？ちょっとしたトラブルはあったけど、結果的にはうまくいったぞ。フータは試合に勝ったのか？そりゃあもちろん。シュパパッとはいかなかったけど、ドカーンと勝利をゲットしたよ。相手はさすが札遊びの達人だね。お互いの主力をそれぞれ2枚落とし合った後に、私たちの勝負はやっと最終局面を迎えたの。このどうしたる私は目を閉じ息を止め、サイコロを手に握った。で、会場にいる目に見える友人たちと見えない友人たちから加護をもらえるように祈ったんだ。それからどうなったと思う？私は肩を技へと落とし込み、両手を振った。そしてあの工場は大声で叫んだの。炎のサイコロ6個あり。その通り。私が目をかっぴらいてよーく見ると、テーブルの上には炎のサイコロがちゃんと6個揃っててね。そして両弦の蝶のごとく勢いで勝利を手にしたってわけ。あの工場って本当に効果があったのか？風同士の戦術はまるで森にいる名鳥のように軽やかで変化に富んでおる。その上幸運にも恵まれれば、まるで広げた両の羽で追い風に乗るようなものでござるよ。その運も往々にして実力の一部よ。旅人、あなたもそう思わない？行子、シャルロット、仕事の話はもう終わったのか？ええ、天中園の行子さんは頭脳明晰で見解も見事なものだったわ。百文さんのことが羨ましくなってきたよ。こちらが噂の楓原和葉さんね。お目にかかれて光栄でござるよ、シャルロット殿。やっぱり大英雄の友達も大英雄なのね。和葉さんはスチームバード新聞の一面を飾ったことがあるのよ。若き武士、無双の人たちを受け止める。フォンテーヌでしばらく話題になってたんだから。まさか私が札遊びで勝った人がそんなにすごい人だったなんて。それはかつての万有でもう過ぎたことでござる。今はこうして新たな友が数多くできたことの方が拙者の胸を躍らせているでござるよ。今日ここでみんなが知り合えたのも何かの縁だと思うわ。私がごちそうするから、これからみんなで食事をするのはどうかしら。ほほう、私のために祝勝会を開いてくれるんだ。ならご相伴に預からないとね。みんな先にゆっくりおしゃべりでもしていて、私は会場の後片付けをしてから合流するわ。いひひ、今夜はお腹いっぱいになるまで食べてゆっくり寝ようぜ。稲妻への出発は明日にしよう。あれ、怪盗について新たな手がかりが見つかったの？おう、オイラたち情報収集が上手だからな。まあそのついてるからっていうのもあるかもしれないけど。すまぬが拙者はリーウェイで少し用事があるゆえ、稲妻までは同行できぬ。そっか、じゃあカードゲームの練習を忘れるなよ。オイラが抜き打ちでテストしに来るかもしれないからな。あなたたちが探しているその怪盗のことなら私も近頃小耳に挟んだわ。おお、教皇はそんなことまで知ってるのか。その新しいカードの裏面が市場に現れたのはここ最近のことらしいわ。数は非常に少なく、絵柄は宝箱の模様をしているとか。験担ぎのために高値でその裏面を買うプレイヤーもいたそうよ。だから私はそこに商業的な価値があるかどうか調べたことがあるの。そしたら突然一夜にしてリーウェにある宝箱模様の裏面が全て回収されたという情報が入ってきた。どこぞの商人が買い占めて高値で転売する気なのかと思っていたけど、話を聞いてみると原因はあなたたちが探している怪盗みたいね。そのカードの裏面って数が少ない以外に何か変わったところは？残念ながら私はそれを手に入れていないの。だからあなたの質問には正確に答えられそうにないわね。ただそれは個人が制作した品で作りが精巧ではないということだけは知っているわ。私が手を出さなかったのもそれが原因なの。おお、怪盗にまつわる謎がどんどん奇妙なものになっていくわね。大丈夫だって、その怪盗は独り言が好きみたいだから、いずれ全部の秘密を喋っちゃうと思うぞ。未知なる旅はどれも一つの謎よ。答えを予測することができないからこそ私たちはその過程にある楽しさをより味わえる。こうして異国の才能と出会う機会を得られたのは私にとってまさにサプライズだったわ。